ダビド・ビスコンティはアルゼンチン・ロサリオ出身の元サッカー選手。ポジションは攻撃的ミッドフィールダー、フォワード。愛称はダビ。CA ・ロサリオセントラル時代はアルゼンチンリーグで得点王を獲得。アルゼンチン代表にも選出され、10番を背負った経験を持つ。1993年、横浜マリノスに加入し、攻撃的 MF として3年にわたり活躍。 ラモンディアス在籍時はアシストの役割を担った1993年の J リーグ開幕戦となったベルギー川崎戦では先発フル出場した5月19日第2節ガンバ大阪戦での決勝ゴールが J リーグ初ゴールとなった1995年には J リーグ得点ランキング3位の27得点をマークしサントリーシリーズ優勝に貢献同年の J リーグチャンピオンシップ ベルディ川崎戦のファーストレグでは決勝ゴールを決め年間優勝に大きく貢献した。1996年に対談し、チリ、アルゼンチンなどのクラブで活躍。2000年再来日し、アビスパ福岡、サガントスでプレーした。福岡時代、2000年11月18日第13節、市原戦でハットトリックを達成した。J リーグでは、 通算138試合62ゴールの成績を残し2003年帰国した。2012年3月31日、横浜 FM の20周年記念のメモリアルゲームとなった鹿島アントラーズ戦に来場した。その他の公式戦。ありがとうございます。